ガッチリができなくなっちゃって、そっちこっちだった。全然全然ダメだ。もうえちゃんこっちだったよ。もうずっと。俺そんなやせんから。だから、こっちの人は長いよな。なんですかね。うん、と思う。まあでも二頭筋断裂したもん、ね、断裂しました。最悪ですね。そうとは思えんけど、その強さ。いや逆にそれで強くなっちゃったよ、ね、いやあれなんかね、みんなこう怪我してくやめて、怪我してやめてく中、俺なんかそういうのが嫌だった。彼女違う違うああいうのが嫌だったですね。まあね、そういう人多いよ、ね、確かに怪我で挫折する。だけどそういう意味ではだから勝見は怪我をしてもまたカムバックせずにチャンピオンになるっていう、これは本当に。でもあんまり勝見が断裂したっていうことって知らない人の多いと思うから、そこね、いやまあ僕の中ではあんまり知られても遠慮する人も出てくる、うんうん、それはあんまり言わなくて。いやそれもそうかもしれんけど、俺としてはさ、怪我をしててもまたチャンピオンになれるんだよっていう、だから諦めないでっていう意味では言ってほしいんだよね。僕的にはそのメッセージを送ってるつもりなんだ。いやすごく大事と思う俺は。そこがやっぱり怪我してね、苦しんでもがいてっていう人多いと思うし、諦めてる人が多いと思うけど、それをさ、勝見はね、克服して今や絶対王者になったから、そういうところ聞きたい人多いと思うよ。怪我からどうやってカムバックして今の強さを、だから二頭筋断裂してもまだ戦えるっていうのを、戦える、しかももうトップで戦ってるんだから、そこすげえ知りてんじゃねえかなと思うけどな俺は。もうすごいよね。いないと思う。リハビリがきつかった。どれぐらいブランクで言ってたの、その断裂してあった。早かったよね。早かったです。ジャパンカップで断裂して決勝で、で次のジャパンカップも決勝まで行ってんです。断裂したのに。断裂して。1年で。そうです。それ断裂してすぐ手術して。まあ手術後半年ぐらいはもう。手術ってどういう手術なの。これです。切って開いて骨にアンカーで止めてるんですよ、二頭筋。骨だってこれしなかったらこれがこんなんだ。そうだ、みんなこんなんだもんね、断裂したって。ボディビル結構多いですよ。多いよね、ボディビルダーの人とかもこの辺で。そうだし、相撲取りでも結構いるし。あ、それ手術したらそうなんだ。そうならないんだ。そうです、まあ、またくっつけたんで同じ位置。ああそういうこと。それどれぐらいか。1年半年ぐらいで。半年ぐらいで直さないと次の試合出れないと思って焦ってたんですけど、焦れないんですよね、やっぱ医者に止められるんで。そりゃそうでしょ。じゃあ何、手術してどれぐらいで練習し始めたん。練習はもうほとんどしなかったですよ。もうリハビリとトレーニングだけで、ぶつけ本番みたいな感じで試合。怖くなかったんだ。いや怖いです怖いです、もう向こう本気なんで。そりゃそうだよ。そりゃそうよ。もう怖さしかないですよ、試合は。今でも怖いですよ。ああまあやっぱそうだな。だってブチッとこう切れた時だって別にそのなんか、うわやべえな、このままいったら切れるなっていうのはなかったね。なかったです。もうバツバツって言って、自分ではこっち行ってるつもりが手が向こう行ってます。出崎あれすこうバチーンってこうがっちりで止まってたんですけど、うん、僕は強引に釣りに行ったんですよ。その時の呼吸が合っちゃったんです、向こうの。その時バチバツってこう切れちゃう。音が、審判もあって感じでしたもん。あれ、キッタさんでしたね、審判。いやー、でもまあそれを経て、ね。1年で、だから、言うたら1年でカムバックしたということだな。1年でカムバックしました。手術して、リハビリして、トレーニングして。元通り戻るもんなんだよね。
元通り以上になりました。ああ僕がその釣り手が怖かって、もうこっちなんかちょっと今でもしびれてるんですけど、釣り手が苦手になっちゃったんですよ、その後ずっと。でも紙をバンバン練習してたら、紙も釣りもいけるようになって、面白かった。巧妙ですね。ああ、なかなか本当に怪我の巧妙。すごいね。A ちゃんはどう？かすみが来た時にこの選手っていうのはここまでチャンピオンになると思ってたの？思ってたよ。思ってたんだ。はい、入ったんですか？俺はね、あの先見の明なの。おおおお。確かに高島君もそうだもんね。スーパースターだもんね。強くなる。あの素質のある人間をあの見る目はね、持ってで最初からもうこれ行くなと。石破さん、なんでそれ持ったの？その一番力とかではないんだよね。そのやっぱセンスなんだよ。センスとあと恵まれたその体型とか。はい、うん、俺あの潰られてるんですよ。あ、知ってる知ってるよ、うん、昔ね。あれが中学、まだ中学の時に、まだ中学3年生ぐらいの時に緊張に来て、もう細くて、だけどあの体型がヨーロッパ系の体型だったんでね、ちょっと腕が長くて上腕が長くて猫背で、これはちょっと鍛えれば絶対強くなるからっつって、本当に強くなるから。すごかったもんね。そうな。逆に俺高島は俺はあいつあそこまで強くなると思ってなかった。あれは想定外。あいつは。へえ。ただやっぱりでも。洞察力っていうかそういうのはすごいじゃないですか、研究とか、まあそうだね、彼も本当かっこいいし、ね、努力家ですよね、人の見てないところ結構やね、なんかこう寡黙なイメージがあるけどそうでもない、ないよね、静かなこうイメージ。見張って。そう。